はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、鉄拳鉄拳です。はい、そして明日はメンテビになるので更新情報を見ていきますか。はい、まず課金イベントですが、まあこれといって特別なものというかもう何もなくなりましたね。もうタヌキ割引の小石パックしか書いてませんね。まあ特別なものはなしと。はい、そしてラッキースターの10人ガチャ明日来ますね。まあダッキとか上杉謙信とかいるんで、また後で下の方にも10人ガチャ関係並ぶと思うので、その際にまとめて見ていきますか。はい、ちょっと明日重要そうですね。はい、そしてラッキー割引噂をしてれば明日来ますね。はい、ラッキー割引っていうのはこんな感じで、タヌキが毎日6割引きから9割引きを提示してきて、課金してアイテムをゲットできるイベントになってます。まあ9割引きが出た場合にはかなり課金効率がいいので、まあ最近では MR 結晶だとか椿翡翠等、まあめちゃくちゃ安く買える場所となりました。はい、なんで期間中に8、9割引きなんかが出たら狙ってみるのも十分ありかなと思います。さあ、そしてお土産販売者来ますが、これは一途な恋、ほころびる気持ち、あふれるロマンス、乱れ咲きの愛。これバレンタインですね、明日。あ、バレンタインイベント始まるっぽいですね。はい、おそらくこれいつものお土産販売者のあの160円と1200円と6100円、11800円の4段階の課金帯のアイテムで、多分中身はいつも通り160円のと1200円ぐらいまでは課金効率がいいみたいなものになっていると思います。これまたメンテ開けたら見ていきますか、明日。あと、バレンタインも来ますか。さあ、そして万事万の矢も来ますね。はい、こちらに関しては毎日無料でガチャを回せる無料ガチャイベントで、でその中でお守りをゲットしていくことで、そのお守りと SSR だったり UR だったり UR1000 の副賞ちゃんを交換できるというなかなかの神イベントになっており、まあ、とにかく無料でアイテム集めていくついでに副賞ちゃんまでゲットできるイベントになってるんで、まあ、特にその中でも SSR や UR ですね、まあ、どんな副賞ちゃんたちが並んでるかっていうのは注目すべきものなんで、またメンテ開けたらおすすめの副賞いるかどうか見ていきますか。はい、ちなみに UR1000 はネタバレしていますが、まあ、特にこれといって絶対にすぐ取るべき副賞ちゃんは言えませんかね。 UR1000 のラインナップに関してはこれ選べるんじゃなくてランダムドロップなんで、枠が多すぎるんですよね、ランダムで取るにしては。さあ、そして美少女楽園だったり仮想の集いといった10人ガチャ来ますね。はい、さっきのラッキースターガチャと含めておすすめの副賞いるかどうか一緒に見ていきますか。さて、まずは美少女楽園から見ていきますか。はい、今回のメンツとしては超高名盲天毛利元成李牧班長立花宗茂坂田金時著者小野小町才加孫一という10名になってますが、まあ、今回のこの4枠目はかなりいいメンツですね。まあ、こんな感じで10人ガチャっていうのは10名の副賞ちゃんを毎週切り替えていって、まあ、大体美少女楽園でいうと2ヶ月に1回ぐらいのペースでまた同じ副賞ちゃんたちのラインナップがゲーム内に実装されると。はい、まあ、これによって今二次キャラクターもかなり安く絆を貯めることができるようになってきているので、まあ、ちょっとずつ絆を貯めていくことができるんですが、はい、その目線で見た場合に、まあ、今回絆をちょびだめすべき副将ちゃんいるかどうかというところで、この表の見方としてはまず名前が太字赤字の副将ちゃんに関してはスキルが優秀な副将ということで、まあ、今回なんといっても超コメちゃんですね。はい、このキャラクター UR1000 の時点から味方全体に祝福という攻撃力とクリティカル率が 50% アップするバフをつけることができて、はい、味方の火力アップをすることができる副将になっており、まあ、戦役やボスなんかで持ってる主力のアタッカーの火力を爆上げしてくれる副将ちゃんになります。まあ、ただ今祝福キャラクターだと陽気比っていうキャラクターなんかが、まあ、戦役ボスでいうとほぼ上位互換になる副将になるし、まあ、あと最近では最新の九天玄女ちゃんなんかが祝福キャラクターとしては今後おそらく主流になってくるかなという中で、まあ、チョコメちゃんに関しては1段2段祝福キャラクターとしては今ゲーム内では登用優先順位としては低くなってしまっています。まあ、ただチョコメちゃんのいいところはこういった美少女楽園ガチャなんかに定期的に顔を出してくれるので、まあ、安く2次まで登用できるっていうところですね。でもって他の陽気比や九天玄女、あとアマテラス大神ちゃんといった祝福キャラクター MR にならないと祝福キャラクターとして活躍することができないんで、 UR 戦の時点で祝福キャラクターとして立ち回れるのはチョコメちゃんだけと、はい、大きなコスト的なメリットがあります。まあ、なんでチョコメちゃん登用する場合には間違ってもガチャを一気に回して原稿を使ってしまうのではなく、この美少女楽園みたいな2ヶ月に1回ぐらいのペースで来てくれる周期を利用して、もうなるべく安くゆっくり登用するっていうのであれば、今でもチョコメちゃんを将来的にデッキに採用するっていうのはありかなっていうようなところでしょうか。まあ、なんでスピード的にはメインの戦役ボスで使うというよりは、まあ、サブですね、将来的にサブの祝福キャラクターの1枠として入れてあげるみたいなところになってきますかね。まあ、チョコメちゃん自体UR1000 の時点でパッシブの1を解放することで同化の獲得数という、まあ、他の副将ちゃんではできないボーナスパッシブもあったりするんで、まあ、育成団なんかが足りなくなるプレイヤーにとっては結構この同化による育成なんかも、まあ、ガチめに育成やってる方で必要になる人も出てくる中、このパッシブが重宝するような、まあ、人もいるのかなと、はい、いうところで、一応未だに唯一無二性はある副将ちゃんですね。まあ、ただ緊急性はなくなってきてるので、まあ、ゆっくり絆ちょびだめするのがいいかなと思います。あとスキル的には毛利ちゃんや才加孫一ですが、まあ、これは仲間連携スキルですね。まあ、この美少女楽園の
UR1000 というよりはその先の MR アバターになった時に、モリちゃんは流血耐性 150% アップ、サイカマコイチは出陣時の正誤バフや白バフの単数を3ターンプラスすることができると、ああいうどちらも強力な仲間連携スキルのキャラクターになってます。まあ、特に最近タンクの反射キャラクターが大薬流血カウンターめちゃくちゃつけてくるんで、この流血耐性 150% アップの仲間連携スキルなんかはかなり見直されてきてますね。はい、であと名前の後ろに色がついてる副所ちゃん、はい、これに関してはビカキン目線で奥義が優秀かどうかっていうところですが、黄色が一番優秀で、その次がピンクで、さらに下が水色で、色なしが見送り対象となってますが、はい、今回盲点いますね。奥義的には盲点が一番優秀ですね。でピンクはなく、水色の超高名リボク、サイカマゴイチと降りてくる感じ。まあ、なんで今回の4枠目かなり優秀な副所ちゃんだらけなんで、まあ、おすすめどころとしてはめちゃくちゃ難しいですが、毛利か超高名か盲点かサイカマゴイチ、まあ、ここら辺から1体選んで絆ちょびだめしていくのを考えていったらいいかなと思います。さあそして仮想の集いの方ですが、今回ですねメンテ明け、こちらも超優秀なラインナップ、こちら1枠目ですね、上杉健帝佐治芝市張飛関羽長中継直江兼次高村さん松永久秀と、まあもう上杉謙信いますね。はい、このゲームで戦役なんかを必中で回すことができる数少ないキャラクターのうちの一人で、まあ今最近は必中キャラクターもアマテラス大神ちゃんだとか、まあ超運だとかいろいろ強いキャラクター増えてきましたが、上杉謙信のいいところは UR1000 の時点である程度強く立ち回れるタイプの戦役キャラクターになっており、また投与コストが安いんですね、このキャラクターも。まあ別に MR アバカまでしなくても普通に200ステージとかの戦役でも回せるぐらい安定した立ち回りができるキャラクターで、なおかつ今回奥義も上杉と直江と関羽そして張飛あたりはとても優秀で、まあ、特に直江が体力奥義優秀なのはあるんで、奥義的には直江が最優先ですが、まあ、戦役必中キャラクター頃合いよく投与したい人は上杉優先で絆貯めていくのがいいかなと思います。であと白拓投与してない人で正誤七星将来的に期待したい人は検定、このキャラクターが今 UR アバター戦まで出てますが、味方の主力に七星をつけることができるんで、まあ、MR アバカまでしたら正誤七星キャラになるのはほぼ間違いないかなと。まあ、そんな検定の UR アバター戦まで絆ちょびだめ安くすることができるんで、まあ、かなり安く正誤七星将来的には絆食べている人はできるかなというところですね。まあなんなら上杉謙信投与するのはある程度バッファーが集まってからで OK なんで、それまでの間検定の七星白拓投与しないからそっちに頼るっていうようなプレイスタイルももちろんありなんで、スキル的には上杉が検定ですかね。で一応直江兼次も味方の主力に援護をつけることができる、まあ、味方の主力の硬さを作ることができる副将で、まあ、MR 暴かしたらおそらく正誤援護を味方の主力につける強力なバッファーになることが予想できますが、まあ、どちらかというと対人向けで戦役やボスには関われないんで、まあ、まずは戦役ボスで大活躍できる上杉や検定がスキル的には超おすすめですね。まあ、直江兼次も体力奥義解放することでバリアが強くなるんで、間接的にボスや戦役なんかに貢献できるキャラクターではあるんですが、はい、まあ、ただ直江兼次の体力奥義に関しては損傷校という課金しないとゲットできない副将ちゃんが含まれているので、まあ、無課金の方は奥義的な目線だと優先度がクッと下がる形になります。はい、こちらも奥義やスキル優先度見ながら選んでもらえたらいいかなというところですか。はい、で最後ラキスタですが、ラキスタの方も明日ですね、またこの第5枠目芝市ダッキー今川長領長中継上杉謙信炎翔総比ねね柴田勝平ということで、また上杉いるんですね。まあ、ダブルで上杉の謙信貯められますね明日。まあ、ただラッキースターの方はダッキーがいるんで、まずはダッキーの方がおすすめです。やっぱりさっきも言ったように上杉謙信はバッファーがある程度揃ってこないと必中キャラになったところで火力はあまり高くないんで、はい、ある程度バッファー集めてから虹の上杉謙信投与できると強いですが、あまり早く取ってもめちゃくちゃ大きな貢献にはならないので、まあ、まずは蓄力で味方の主力をインスタントに火力アップしてくれるダッキーから投与していくのがこの枠はおすすめですね。まあ、なんで順番としてはダッキー上杉の後芝市炎翔総比の中から1体選んで奥義優先で流れていき、今川長領長中継あたりに次流れていくっていうような感じですか。さあそして絢爛無限、はい、MR ワゴンセール来ますね。明日はパーシバル、リコー、天草四郎、広政ちゃん、カノエトクと、ああいう MR キャラクター5体が一気にガチャとして並ぶってことで、まあ、広政ちゃんなんかは覚醒させることで撃砕ですね、敵にばらまくことができる撃砕ばらまきキャラクターとしてとても優秀ですね。であとは特にこれといって緊急性の高い副将ちゃんはいませんかね。まあ、広政に関しても今白鬼みたいなキャラクターをゆっくり安く UR 戦まで投与して、でしかも UR1000 に白鬼優秀な会心奥義なんかに絡んでるんで、まあ、撃砕キャラクターは白鬼の方がおすすめ度が高かったりしますが、さあそして衆ギフ来ますね。はい、こちら明日は幸運ギフトと春町副術装ってことで、どちらも課金効率めちゃくちゃいいので、まあ、美課金の人にもおすすめ度が高い課金アイテムが来ます。さあそして鏡写しの双子、双子、あ、卑弥呼か、あ、違う、結婚だ、おっと明日卑弥呼結婚しますね。あれ、これ双子って位置づけだったんですね、中の子と外にいる卑弥呼って。待って、明日これでおしまい、あ、バレンタインじゃないですね全然。あれ、もがみが再販されると、あ、待って、バレンタインイベントもありますね。はい、じゃあちょっと急ぎで見ていきますか。卑弥呼に関しては今、まあ、MR アバまで出てますが、そこまで正直あんまり強くなく、
死亡時に強烈な反撃を一撃飛ばせるっていうところは強いですが、それ以外があまり強くないので、結婚家で、まあ、致命ダメージ無視 3,4 回ついて、その全てに復活時反撃がつくような副将ちゃんになるといいかなっていう感じですか。いやちょっと待って、忙しいぞこれ。でバレンタインイベントがあって、中身としてはとにかく、そして誰だ、新キャラもいますね。大丈夫か明日から。とにかく1個目のイベントとしては、7日間毎日ログインするだけで元宝や高速戦闘券、水引きなんかももらえそうですね。なんかがもらえると。これ玉物前じゃないですよね。尻尾いっぱいありますけど、あれこれ玉物ちゃんか、もしかして。待って、下に出てくるかな。あれ、お菓子イベント、幸福の洋菓子ということで、イベント期間中、キャンディー、クッキー、チョコの3種類の材料をミッションをクリアすることでゲットすることができて、それを組み合わせて9種類の、まあ、デザートを作れると。でその完成したデザートの種類によってもらえアイテムがもらえるっていう、ちょっと昔からあるイベントですね。まあ、これは詳しくはまたメンテ開けたら解説していきたいと思いますが、その材料をゲットするためのミッションの中に、訓練所挑戦回数だったり、遊歴や高速戦闘等、これ明日のメンテナンス後にこれらのミッションですね、クリアしないと材料もらえないんで、今日日付変わった後ですね、明日0時になった瞬間、いつもデイリーすぐにやってる方ですね、明日に関してはメンテ開けるまでデイリーやらないようにしましょう。素材がゲットできなくなっちゃうかもしれないので、メンテナンス終了するまでデイリーやらないようにするのがおすすめですね。さあ、そしてリョフちゃんが、あ、そうですね、はい、イメージイラストこんな感じですね。まあ、マカロンとかお菓子を作ることでアイテムがもらえると。はい、材料集めのためにデイリーはやらないでおきましょう。そして、ヒカレー、あ、これはあれですね、軍令のイベントバージョンですね。はい、1000円課金することで、覚醒弾や元宝なんかが余分にもらえる。まあ、覚醒弾集めるのであれば、おそらく課金効率かなりいいイベントになるので、まあ、これも課金される方はといったところですか。まあ、普段の軍令と中身一緒です。さあ、そして君と歩む未来、え、これ何、今や過ぎ去った情景の恐怖が今この時もう一度あなたの前に、あの時告げたかった言葉を今度こそ伝えられますように、え、脅威閣下頼光出雲の国真田幸村と彼女たちのウェディング、あ、ウェディングドレスのワゴンセールですね言い方めちゃくちゃ悪いですが、結婚アバターの5体まとめ売りがされるみたいで、それでおしまいですか。まあ、ここら辺のキャラクターも特におすすめの副将ちゃんたちはいないですね。この子はじゃあ誰だ、これまだわかんないか。あれ、たまもちゃんってこんな顔でしたっけ。でもね、ちょっと違いますよね。たまもちゃんじゃないか。ちょっと謎に包まれたままですが、予想される方、コメント欄でね、教えてもらえると嬉しいです。はい、とつて、明日からバレンタイン始まりますね。まあ、そこまで難易度高いイベントなさそうなんで、また明日、解説していきますね。副将ちゃんとしては、ひみこが新キャラとして出てくるんで、はい、こちらは、投与した上で検証して、動画アップしていくんで、私の予想としては、まあ、致命ダメージ無視 3,4 回した上で、まあ、この前の生後集中との合わせ売りのために確定クリティカルの要素が結婚化することで乗っかると予想したいと思います。はい、とつてまた明日、いろいろ忙しそうですが動画出していきますので、テケテケ頑張れってことでグッドボタン押してもらえると元気が出ます。あと YouTube メンバーシップもやってますので、テケテケのよりマニアックな情報を知りたい方は、この動画の概要欄にある YouTube メンバーシップの特別動画もぜひ見に来てくださいね。はい、それでは。